ちょっと、ちょっと、早く遅刻ではありません。サボってもいません。トイレ行ってます。あれちょっと、あれやんないの、あれよっ、あれやった方がいいんじゃない。ザッバーハチミツリョーマン、ザックリハチミツ。今日も来ました、ザックリハチミツ。やっぱそれっていうのはレオのせいなんじゃないかなと思って。レオが遅刻するから、うん、レオがな、うん、俺が一番早くに来て、うん、ずっと待ってたのに、もうこの3人が遅いから。いや、俺が一番最初だった。いや、俺トイレ行ってました。焦りすぎて俺守りに電話したもん、なんか一番役に立たんだろうが。まあ、いや、そうなんです、絶対電話出ないなと思ったけど。一番把握してないやん。誰が悪いの、みんなが悪いよ。LINE 見ても守るしか全然目に入んなくて、守る電話してたりする。多分お気に入り入ってますね。お気に入り入った？入ってねえわ。 LINE のお気に入りに入ってねえわ。勘違いすんな、しょうもない。この中に断蜜？え？エロい。エロい。断蜜が何？断蜜。あ、蜂蜜がいますよ。蜂蜜？蜂蜜さんはいますよ。いや、いないでしょ。いないでしょ。この中にいないでしょ。連帯責任。はい。すいません。間違いない。いただいていいですか？どうぞ。これ何、これあれトングがないんですよ今。いやいや、今これしかない、これしかないですよね。量の問題だと思いますけど。手で入れればいい。手でいいです。あ、全然いいですよ、全然。すごい断蜜引っ張るね。拓也くんかっこいいのは気のせい、気のせいだね。気のせいだね、それは。そうですね。うん、今これ本当にヤバかったけど、ね、部屋目の人にちょっと、むしろ遅刻するぐらいのゆっくりさでやってくださいって言ってた。なんでだってなんかさ、久しぶりのニコ生すぎてちょっと緊張するよ。そうだね、な、久しぶりだね。久しぶりの、久しぶりっていうか、俺のデコが広いのも気のせい。気のせいじゃございませんよ。気のせいではございません。今まで何してたの？今まで何してたの？出勤準備。それ連絡とか遅いとお客さんに言われるわ。今まで何してたの言われた。分かったとか言われるし、何も連絡しないと。あ、これちょうだい、これ。あ、なんかいいよ。久しぶりですね。先生、今日は久しぶり。ところで先生、今日お題何なんですか？俺先生じゃない。あれ先生じゃない。ニコンナ。守る先生が。あ、守る先生。まあ、これもみんなぶん投げだからね、大体。今日のトークテーマ。あ、もう、花見だね。花見。やっぱ花見？もう過ぎたの。終わった、終わった。サクって言うなよ、お前。もうちょっとつなげ。なんだろうね。違うって花見行ったんですか？あ、入学式。花見ね。花見行ったっすか？俺行ったっすね。俺は行ってないな。俺も風邪ひいてたから行けなかったな。いや、聞いてないし。聞いてない。え？聞いてない。聞いてなかった。この3人で話してたし、今。施設で見る桜の花はどうだった？やっぱ。綺麗だ。綺麗だ。じゃあ、もう。ニコ生でずっと施設の話ばっかしてないからもう。え、施設なんですか？もう飽きるでしょ。まあ、そのくだりもめんどくせえしもずっと、もうニコぐらい前からずっと俺がいると施設の話しかない。そのさ、守るはまだそのレオの後輩だから、うん、あんまりそういうのは良くない。うちらはね、まあレオと結構さ、オープニングメンバーから一緒にいるから、まあ関係ねえ、施設のこととかも関係ねえ。施設ウォッチだったら、施設ウォッチの人にあんまそういうこと言ってない。一定のライン超えたらレオの方から話してくれる。そうそう、本当に施設じゃねえよ。全然施設じゃねえよ。教えてくれる。割といい環境で育ってきた。個人だね。今めっちゃつまみハマってるやろ今。つまみハマってねえよ。つまみハマってねえよ、全然。お前ゲームやんねえよ本当に。やるかな。え、マモちゃん何回目よ今回？3回目。3回目です。3回目。3週連続っす。
3週連続何なんかちょっと嫌そうな気がする。いや嫌じゃないです、嫌じゃないです、嫌じゃないです、チクっちゃおう、楽しいです。6週ぐらい連続で出てたもんね。6週連続、いやもうずっと、でもだってレギュラーじゃない、レギュラーではない、レギュラーでしょ、レギュラーではないね、嘘、レギュラーではないね、毎週金曜レギュラーかと思って、全然レギュラーじゃないよ。どうなんすか、まもちゃん髪切ったんすか。あ、髪切った、あ、なんか意外と見てくれる人いるんですよ、ね。でもだいぶ髪色良くなったよね。はい、前なんか田舎のヤンキーみたいな、髪色っていうかもうあれ全体的にすげえ良くなったから、ね。いやまあそうだけど、すごいド金髪やったよ。そうそう、いや最初の頃さ、ね、思い出すと全然違うよね。もうこの前茨城あれかくなったんすよ。嘘、新宿スワンのあの表紙みたいになってたよ、髪色ブワーって。いやでも茨城あれが本当にかっこいいんですよ。あ、嘘つくなよ、いや本当あれ茨城の価値下げんなよ。茨城本当にあれがあれでこういうリーゼントみたいなしてる人よ。あ、リーゼントはしてないですけど、ここにバッグ持ってくる。いやそれはいない、クソなかなかいないタイプですね。絶対嘘、普通の金髪ストレートがもう最高にかっこいいですよ、茨城は。あー、でもまあなんとなくわかる、ただのストレートのストレートいないでしょ。え、それは最高にかっこいいでしょ。茨城で流行ってたんじゃなくて、君の惑星の中で。いや違う、お前の価値観じゃん。本当に本当に地元の駅行くとみんなボリューム、もうとりあえずでかければいいんですよ。髪の頭が、うん、整ってなくてももうもっさりしてる。地方のホストでしょ。そうですね、もうもっさりしてる、とりあえずでかければかっこいいんですよ、茨城は。そういうなんかあるんだ、なんかご当地みたいな。まあでも俺結構モテましたよ、その時。あ、そう。ヤンキーいなかった。ヤンキー、まあヤンキー結構いましたけど、逆にヤンキーもかっこいいみたいな、うん、まあ、ヤンキーモテるよね。ヤンキーとか怖いわ。確かに、うん、目も合わせらんない。あー乗ってそうだね、なんか今見えたけどセルシオとか乗ってそうだね。なんかあのさ、なんなの、あの田舎の人のさ、あのセダンを乗るとちょっとヤンキー感。セルシオじゃなくて俺クレスタなんですよね。なんなんそれ、クレスタ。クレスタ、あのやっぱりヤンクレスタだ、セダンじゃん。そうっすね、セダンで。ちょっと昔のあのあれ出てくるじゃん、GT 音出てくるじゃん。おお、あ、そうなの。こっちは、秋はこっちじゃねえ、うん、茨城はクレスタかっこいいって言います。絶対さ、切ってない一つに。いや、そのさ、茨城のさ、どのくらいすげえさ、遠いところじゃない、都内から。いや、中心、中心ぐらいです。ここまで電車でどのくらいかかる。1300円です。じゃあ電車、あ、違う違う、金じゃなくて距離、はい、時間、時間で、鈍行で1時間半ぐらいです。あー、でもそんな遠くないな。しかも、茨城の中心街ですよ、結構。水戸なんで。そうなんだ。いや、中心街ではないんじゃない、別に。いや、水戸でも水戸の中心なんじゃない。水戸中心です。あ、そうなの、水戸って流行ってんの。水戸、クレスタと、でもまあ、金髪、クレスタと金髪が流行ってます。昭和生まれなの。クレスタと金髪流行ってる水戸とか今、どんだけ時代が流れてない。絶対君の枠内だけやと、それ多分。いや、センスがひどい。いやいや、センスがひどい。時代が流れてないんじゃなくて、もう最マックスなんですよね、今水戸は。いやいや、お前水戸の人に怒られるよ。最高なんだよな。ほんと、水戸の人に怒られるよ。完成形でも、それ以上の発展がないし。マックス、今時代止まってるよ。今、時代がマックスだね。はい、うん、いやべ、今日名言だ。時代がマックス。マジで、うん、今の茨城がマックスなのか。今の茨城ね。え、でもこれ、はい、はい、なんすか。だからこれガチに茨城でフェラーリ、はい、やっぱフェラーリにしてましたね、フェラーリ。まあ茨城で高級車、東京でいう高級車乗ってると結構笑われます。え、どういうこと。東京での高級車を茨城で乗ってたら、え、何あるみたいな。いや、見たことないからやろ。いや、ほんとその軽トラかクレスタ以外見たことないから。軽トラもいや、もうほんと、あの、結構、なんすか、結構まあ高級そうなやつ流れ走ってたら、いやマジかってなるんですよ。出すみたいな。え、茨城クレスタでしょ。今完全にあれやな、茨城の格下げだ。番組を通して、番組を通して茨城の格下げだ。どうなんだろうね、なんかやっぱでも地元愛強いってことで、やっぱいいこと、いいことだよね。アイラブ地元でしょ。はい、1日1回納豆食べます。あ、そうなの。絶対ちょっと持ってるでしょ。
日本です、ね、本当にそばに納豆とかいる、カレーとかに、カレーに納豆やだな、ね、美味しそうだけどね。いや俺納豆がなんか違うのに入ってるの超あ、わかるそれ、うん、スパゲッティとかあるやん、ね、超それやろ、うん、ていうかなんであのさそばとかに納豆入れん、うん、よくわかんない。いやあれが美味しいんすよ。いやいやご飯で食いなよ。ご飯で食べ過ぎちゃって、茨城の人は。あ、そうだ、飽きた、飽きた。なんでさ、レペゼン茨城するの？なんでレペゼン茨城感出すの？ほんと。まあ、ご飯にもかけたくない人もいるけどね。食うな、もう。そうだね。じゃあでも、食うな。とろろ感覚っす、とろろ感覚っす。とろろ感覚。あー、とろろ感覚。まあ、それ言われるとちょっとわかる。とろろもそばとかに入れるもん。納豆ね、でもまあ、嫌いな人ほんと嫌いだけど美味しいよね。うん、なんかやっぱ食べれる、うん、どこが、うん、とご飯で、でも女の子がネバネバしてるやつを食べてるとちょっとエロいなと思う出たー。いや、おまんマジで納豆とかとろろとか、うん、まあ、あとちょっとローションとかローション食ってる人あんま見たことない。俺も見たことないかもしれない。3人ぐらいしか俺見たことない。怖い。この怖いって食う人いないでしょ。ああ、まずまず。え、食べてる体に悪いだろ、絶対。いいなぁ。なんか、納豆くちゃくちゃしてやるわってやだ。納豆くちゃくちゃね。やだね、でも納豆の考えは一番左カメレコにそっくりやと思う。どっちでどっちてめえどっちから見て絶対俺だろう。髪の毛ばっかりいじってるからでしょこうやってやってたネバネバだって。レオカメレコにそっくりだって。あ、俺あれ新曲歌ってよ。やって新曲ロンハーでやってたじゃん。いや、見てないよ。見てない。新曲出たんだよ。新曲みたいななんか歌ってたよ。嘘。うん、カノイコ似てる。カノイコでもかっこよくない？かっこいいっすね。かっこいい。でもモテるよね、あの人ね。モテる。俺と一緒やん。二股、二股。俺と一緒やん。俺と一緒やん。やっぱ女性の心を踏むのが上手い。マモちゃんみたいな。そうですね。全くですね。彼女についてどう思いますか？カノイコの彼女。カノイコの彼女って誰？なんとかサリー。それ別れたじゃん。ああ、その後また新たに。ああ、うん。赤チェック的にはなそんなに。わかんない。思ったことないじゃん。ありがとう。実物見たら全然似てないけど。いやー。だから気持ち悪い男って感じだよね。気持ち悪いところがやっぱ画面越しに伝わるんじゃない？かっこよくないけど浮気症って書かれてる。かっこよくないけど浮気症。そうなの？どこま、俺が何を知ってんじゃん、ボゲーでも、もうな、もうほらでも浮気変なとこに反応してる。いや、浮気ってさ、はい、どっから浮気なのだってね。あ、ちょっと待って、その話の続きはな。あと、CM 行っちゃったから。 CM 一旦行きます、どうぞ。ばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。すごいモモモって来たけど持ってもうもうジャックされてるね。もうもう内緒で2人でご飯食べたら浮気。浮気やね、それはもう。やっぱちょっと人によってさ、うん、違うよね。あ、うん、
線引きは難しいけど、ご飯じゃなくても俺内緒で会ってたらもう浮気やと思うけど、ね、ああもう内緒なんかさそれ隠すっていうこと自体もなんかやましいことがあるっていうことじゃん。うん、そのやましい気持ちがもう浮気だと思うけどね。あ、うん、レオがよくやってるやつね。そう、いいこと書いてあるけど、うん、浮気がしたことない。内緒にしきれて嘘突き通せたらもう俺は浮気じゃないと思うね。浮気じゃないっていうか、浮気やね。いや浮気ってバレるから浮気が発達する。いや浮気だね。いや浮気だね。なんでそんなになんか汗かいてんの、なんか急に。汗かくでしょ。そうそう。自分に置き換えたら手つなぐぐらいはしてるしな。まあそれ言われたらな。レオ、マジバレてるのかかってる。何の話やねん。何の話やねんそれ。でも内緒は浮気言ってもさ、結局さ、あれちょっと女の子と会ってくるわみたいなこと言っても怒るよね。でも言わなくても怒るよね。何違って言っても言わなくても怒るよね。でもそれの人にもやるんじゃないの。ま、本気ならね、うん、そう本気ならもういいんだよそれは。本気なら、うん、じゃああれだね。女の子3人と会ってるけどそれ全部本気だったら OK じゃん。確かに、 OK だよ。確かに。なんか確かにだよ。確かにそうですよ。納得してくれ。おかしいおかしい。おかしいって。それでいきましょう。え、でも、うん、そんなおかしいって。だからあんた浮気したでしょとか言われたら、うん、浮気してないよ、だって本気やん。本気や俺は。浮気やん。でも遊びだと思えば問題ないやろっていう考えもあるからね。あ、浮気したでしょって言われたら、いや遊びだから浮気じゃないよって言えば、それもまたなんで誰も乗ってくれない感じの空気にしたね。いや、そんなないよ。浮気したことないから分かんねえや。こんな感じだけど分かんないね、そればっかりよね。知らん。不倫もあって。不倫レベル高い。まあ、他の女で興奮したら浮気なんじゃないですか。お前やお前や、普段のお前や、茨城お前や。だって彼女いて谷間見たら、誰かの谷間見たらもうそれは浮気。いやいや、めっちゃ見てるわ俺。難しいな、そしたら目隠しして歩かなきゃいけないことになる。本当だよ、本当だよ。難しいよ、まず。エロ動画とか、ね、彼女しか好きじゃなかったら多分他の女の谷間もあんま興味ない。いや興味なくても目に入ってくるでしょ。興味あるか。本能じゃない、そこに関してはもう。そこはもう仕方ないところだよね、うん、やっぱ。だってクソババアが谷間出してても俺そっち見ちゃうもん、やっぱり。谷間でムラッとしたら浮気っすね。ムラッとは別に、こう手つないで歩いてたら女子高生いて見てた、何見てんのとか言われるパターンやろ。そうそう、今どこ見てたでしょみたいな。別にじっくりなんか興味があって見たわけじゃないけど。そう、分かる。無反応に反応して、おーじーっと目で追ってたみたいな。怖いな、無反応ってところが。女子高生見る、また変な方向に、また変な方向に。だからこの前なんか無反応でちょっと痴漢しちゃって、なんかあのくれたやつ、え、あの出勤、出勤遅れた時さ、痴漢で捕まったでしょ。引っ張られてたやつ、痴漢かなんかのやつでさ。いや、それ別に俺わざと触ってねえし、ねえわそんなねえわそんなし。乗るようになってきたこの話。なあ、ないよ俺。むしろ人見知りだからあんまり女の子と話すのも得意じゃないから。まあ嫌がられそうだもんね、話しかけたら。話しかけねえもん、嫌がられる。何もこっちが嫌だわ。バカ、カノ一発で早く。誰がカノじゃん。まとめてたのね。止めてねえわ。可能の一発芸。可能の一発芸。可能。最近の女子高生って可愛いっていうかさ、あれじゃない、最近の女の子ってさ、メイク技術が発達しすぎてさ、うん、いいの俺。っていうかもうさ、なんかあの女子高生じゃない人も女子高生のコスプレして潜伏してるからさ。わかんないよね。あ、いますね。難しいよね。なんでこんな大人っぽいのみたいな、うん、色気パネルみたいな。すげえ女子高生感出してるけど、なんちゃっての人もいるわけじゃん。時代ですよね。難しい。それを想像するのっていいっすね。あの人、大人なのにああいう格好してるのみたいな、ちょっと心の中で。ね。だって今もういるでしょ、なんちゃって感が街中に。やっぱプリクラ撮るためにちょっとコスプレしたじゃないけどな。ありますね、結構。あれや、ディズニーとか多そうだよね、うん、いや、多そうだね。
ディズニーだって絶対1回ぐらいやるんじゃないの、あのなんかこうコスプレしていくみたいな、ね、難しい。いやまあ確かになんちゃって感感じるけどやっぱ信じたいよね。別にそれが似合ってたら、うん、ああそうそうそう、それわかる、それわかるわ。コスプレとか興味ないからな。あコスプレスクミズだけだっけ、スクミズだけだっけ。いやスクミズもあんまり興味ないな。でもこの前一緒にナース姿の子とこうやって撮ってる写真みたいなの見せてくれたよ。 あのエロいやつ、ね、あれはでもコスプレだったのよ。あ、コスプレなんだ。あれは本物じゃないんだ。楽しんでんな。あ、本物の看護師。知らねえ、誰と間違えてんだよ。俺そんな撮ってねえよ。俺大体写メもともと撮る人じゃないから。なんで俺写メ全然ないもん。あ、パソコンに写すタイプだ、パソコンに写さねえ、マニアック。俺めっちゃマニアックじゃん、それ商売しようとしてる人やん、看護。いや、自衛隊のコスプレちょっと意外にいいかもね。これあれやろ、短いやつバージョンの、違います。え、わかんない、ブーツと。いやさ、自衛隊キャバクラみたいなのあったよね。そんなんの今あんのかな。なんかね、前のお店だったかな、なんかでお客さんが自衛隊キャバクラで働いてるみたいなの聞いたことある。自衛隊キャバクラ自衛隊のあの中に着てるピッチピチのシャツがいいんですよ、男は。あー、白い。そうです、あの、うん、ちょっと胸がちょっと、あー、わかるわかる、胸のラインが見える。ピッチリ系いいよね。俺の知り合いニットとか最高だもん。ミット、何ニット、ニット、ニット、あー、ニットね。ガチャ、ガチャ、ファースト。お腹ミット持てたら嫌だ。なんかでも俺の知り合いさ、なんか渋谷のなんだっけ、あのさ、監獄キャバクラみたいなとこ行ってたね。なんかあの、何牢屋に入れられて、出てきて、うん、ビンタされて突然一緒に写真撮るみたいな。それ SM くらいじゃない。先輩なんだけど、ビンタされてありがとうございますって言ってた。めちゃくちゃおもろかった。あれ SM クラブじゃないですか。うん、何それ SM クラブなのかな。これなんかビンタされてありがとうございますとか言って写真撮ってた一緒に。すげえ面白いの。なー、わからない世界だね。カノエゴキャバクラ行くのってあるって。えでもまあまあ行ってるよね。まあまあ11位ぐらいじゃない、レオ言ってんの。あの今結構使ってるね。だよね、うん、基本給料全部もう人生で3回ぐらいしか行ったことねえわ。全然ないわ。ここ最近の、ここ最近の。もう1年ぐらい行ってない。え、1年ぐらい行ってないって。俺なんか毎回行くみたいな感じだけど。え、それ毎回1年ぐらい行ってないって言ってから言うんやろ、女の子たちに。もう1年ぐらい行ってない。いや本当に、いや本当に全然キャバクラとかが興味ないから、うん、基本的にもう、まあ、相手されなさそうだし、麻雀しか趣味がないから。じゃあ麻雀しか趣味がないっていうのもまた、麻雀しか趣味がない。やめとけやめとけ、やめとけ。麻雀よくない、本当にね。じゃあ生まれて3週チェックされてるからね、麻雀しかしてないって。この番組しっかり、お前ら麻雀してんのか。してません。じゃあ麻雀放送を前考えたことあるんだけど。はい、面白そう。それでもはい、わかんないな、その画面越しだと。そのちゃんとテレビでさ、テレビじゃねえ、あれカメラでアップとかさ、そのはいをしてくれたら、この順番ずつみたいな、4つ必要だよね。そういうのだったらいけるけどね。こうやって打つだけだったらさ、誰もわかんないよね。そもそも麻雀のあのあれをさ、30分の枠内で収まんないでしょ。1曲、あ、収まんない。早ければ、まあね、まあ1曲は大丈夫ね。すげえ地味だよね。解説者がこう、解説者いないと一人二人喋ってないじゃない。なあ、まあすごいある。やるんだったらまあまあ真面目だから、そんなに話さないでしょ。そう、収まらない、やってみてほしいっていう人がいるから、結構多分好きな人だと思う。好きな人だと思う。今はもうそれぐらいだから。え、麻雀で実力と関係ますか。まあやっぱ経験あるんだよね。ある方が強いよね。だってやっぱ運なの。運も必要だね、やっぱり。まあ運もあるけどね。でもどうなんだろうね、難しいよね、キャンブル系って。ね、タクでマージャン、いい、したい、最高っすね、タクでマージャンしたいね。国士無双ね、結構知ってる人いるのかなって思うけどね。竹一色、竹一色なんか違うんじゃない。そう、違う、字違うもん。竜磯だったら緑一色だもん。もうそこ拾わないといて。拾わないでおこうかな。うん、分かんない人もいるからね。ジャンタク持ってったらやってくれるっつうか。
え、もう、営業後行ってもいいぐらいだわね、営業それは営業後だよね。マージャンね、絶対だってキャバクラよりマージャンの方が面白いと思う。あ、それはある。それまたなんかジャンル変わってこない？なんかジャンル変わるかな。あるっていうのはもうなんかもうあれでしょ、試合でしょ、もう試合なの。うん、いや、マージャンってもう試合じゃないの、もう。ああ、試合、試合、試合でしょ。スポーツだよ、スポーツ。スポーツでしょ。ジャンルじゃないからね。ジャンルじゃない、お金のスポーツでしょ。うん、脱衣、いや、脱衣マージャンとかじゃないんだよね。そしたらなんかまたね、良さがなくなる気がする。うん、違うよね。すげえ渋い大人の話でシュールに終わってくれ。ね、マージャンもういいよって言われてるもん。どうしよう、マージャンの話ちょっとテンション上がっちゃった。あと、うん、まあそうですね、お金はかけません、はい、あとまあ今月あと何、入学式、そう入学式、うん、そう、さっきのコスプレじゃないけどコスプレイベントがあるんで、そうそう、コスプレイベントやばい、18日、え、用意しないと、えか、そうだ、だからもう買わないといけないんだよ。やばくない？でもあのリアルに結構ギャルもいます、ギャルになる人もいますのでね、そうしっかり最後っすね、あの見に来てもらえるとめちゃめちゃ嬉しいですけど、ブルマにしようかな、ブルマ。じゃあもうみんなでブルマ履こう。履きたい、だってその設定が一番好きやろ。そうね、あ、僕もね、この前ブルマのやつあったもんね。最後の終わりでよみたいな。じゃあね、でもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。